東方シネマズナンバー、別館は大阪市中央区千日前にある東方系作品を中心に上映する東方シネマズ直営の映画館である。四季島クラブ時代の1935年に公開された PCL 作品、江ノ県の近藤勇の宣伝ポスター。東方四季島ビルの4階にある。もともとは四季島工業という会社が 四季島クラブという関名で独自に経営、運営していた。その後、東方四季島劇場、四季島シネマの二貫体制で、数多くのヒット作や大作を上映していたが、経営難などにより1999年に閉館。2000年7月、東方株式会社が経営を引き継ぎ、四季島シネポップに解消し、リニューアルオープンした。2006年10月1日、 東方が映画工業部門を東方シネマズ株式会社に継承したため、現在は東方シネマズの所有となっている。2003年7月から全席指定完全入れ替え制となった。このため、チケット売り場で購入できる全売券、株主券などの券は、当日券に引き換えてから各劇場に入場するシステムになった。チケット売り場で購入できるチケットは、 鑑賞日、当日分のみと、今後公開の全売券が購入できる。上映される作品は、それまでは、南外会館で上映された、東方方画系のムーブオーバーものが多かったが、現在は、有楽町スバルザ、東方シネマズミユキザ、東方シネマズシャンテで上映される、ミニシアター向けの味のある作品を中心にしている。2011年5月20日より、 ナンバ以内にある東方シネマズナンバと統合し、現在の名称に変更した。同チェーンのインターネットチケット、ビットとシネマイレージも導入された。各館とも車椅子用の2席を含む。全、スクリーンとも5.1チャンネルデジタル上映システムを採用。いずれも当時 AKB48 メンバー。ただし大々的なアナウンスはないものの。 2010年11月から、例外的に、シネマイレージの1ヶ月フリーパスポートは、使用可能であった。しかしながら、通常のシネマズと違い購入窓口で提示すれば、その場で、招待券を発行するという形となっている。そのため見た映画の履歴をカードに残ることはない。ABCD、戦前期日本の映画館写真大阪道頓堀、千日前編。 NFC デジタル展示室。東京国立近代美術館。2014年10月13日閲覧。黒沢明生誕100周年。記念特別上映マイナス。映画トピックス。東方株式会社。2014年10月13日閲覧。AB 映画、罰ゲーム。演劇ニュース。 http://www.mon-light.ne.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュ2010スラッシュ08スラッシュ x-game.html2017 年5月5日閲覧。私は再度告知する。中山一郎ブログ。ライブドア。2014年10月13日閲覧。 東方シネマズナンバー増刊のお知らせ、東方シネマズ、https コロンスラッシュスラッシュ www.tohoter.jp h スラッシュニューススラッシュ i n f o 0 0 0 e l e h 3 6 h t m l 2 0 1 1年3月31日閲覧。ありがとうございます。